カープ先発は2年目の日高。山本由伸2世の宮本を取りますが、立ち上がりはキャッチャー清水の盗塁阻止もありまして3人で攻撃を断ちました。0点で立ち上がっています。一方スワローズ先発はイースタンリーグの最多勝最優秀防御率坂口浩介。立ち上がりワンアウトから連打を浴びますがショートゴロゲッツーでピンチを切り抜けます。2回です。4番の沢井がツーベースヒットで出塁。ノーアウトセカンド、チャンスを作ります。続く浜田、こちらはレフトの左を破っていく2者連続のツーベースタイムリーヒットになります。沢井ホームイン。今日もスワローズが先制点を挙げました。その後もランナー三塁二塁のチャンス。今度はカープの攻撃です。ワイルドピッチで1点を返して4番の田村が2点タイムリー。カープが3回の裏試合をひっくり返します。5回の表です。ワンアウトランナー三塁一塁。スワローズ沢井が同点のタイムリーツーベースヒット、今日2本目のツーベース。なおもワンアウトランナー三塁二塁で浜田、バットが折れてピッチャーゴロの間にサードランナーホームイン。この回最逆転。5回の裏坂口抑えて勝ち投手の権利を手にします。7回の表のスワローズ沢井が空振り三振。ここはファーストライナー。後半は両チームのリリーフが踏ん張っていきます。9回の表ツーアウト三塁二塁のチャンス。浜田がセカンドゴロ、追加点はならず。9回の裏ツーアウト三塁から最後のバッターになった曽根がショートゴロ、スリーアウトで試合終了。シーソーゲームになりましたが、6回以降は両チームのリリーフ陣が好投して得点。4対3でスワローズが5回に逆転をしまして逃げ切りました。